皆さんこんにちは。千葉市広報番組千葉情報クリップ、山口正隆です。この番組では千葉市からのお知らせや暮らしに役立つ身近な情報をお送りしています。さて11月後半号、はじめはピックアップ千葉のコーナーです。毎月後半号でお送りするこのコーナーでは、市内の注目の話題などをシリーズでお伝えしています。今回は国の特別史跡に正式に指定された加曽利貝塚の2回目です。それではご覧ください。加曽利貝塚にやってきました。いつ来ても気持ちがいい場所なんですが、特にこの季節、園内を回るには最高の時期なのではないでしょうか。さあというわけで、今回ご案内いただきますのは学芸員の木口さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして木口さんのお隣にいるのが加曽利貝塚 PR 大使のカソリーヌです。かわいいカソリーヌ、こんにちは。手を振ってくれています。ではカソリーヌ、今回のテーマ発表をお願いします。見学の面白さ倍増、加曽利貝塚の歩き方。確かにこの加曽利貝塚とても広いですから、初めて来た方はどこから回ればいいか少し迷ってしまうかもしれませんよね。この加曽利貝塚の魅力に触れるには、まずはどんな場所から見たらいいですかね。そうですね、加曽利貝塚のやっぱり一番の魅力っていうのは、日本最大級の貝塚ですので、その貝槽を見ていただきたいと思います。ただその貝塚の遺跡というのは土の中に埋まっているものですよね、はい、それが見られる、はい、加曽利貝塚には貝槽断面観覧施設というのがありまして、うん、そちらで実際の貝槽を見ることができます。楽しみです。では案内お願いいたします、はい、こちらが、南貝塚の貝槽断面観覧施設になります、はい、貝槽の断面が見られる場所、ね、そうですね。こちらからどうぞ。ありがとうございます。うわー、土の中が丸見えですよ。ここまではっきりしっかり分かるものなんですね。そうですね。こちらは復元されたものではない、ないですね。本物ですよね。本物ですね、はい。上の方ちょっと見ていただきたいんですけども、土器の破片がこう刺さってたりますね。ありました。明らかに貝と違いますね、はい。あれが縄文土器。そうですね、まあ、ここはその貝だけではなくて縄文土器であるとか、その下の方にはその鹿の骨であるとか、イノシシの骨ですね、まあ、土器とかもいろいろ刺さっているので見ていただければと思います。縄文時代のものがそのまま残っているというわけなので、これを見ると縄文人たちが何を食べていたか、どんなものが使われていたのかが今でもしっかり目で分かるということですね。そうですね、はい、さて木口さん、続いては、はい、こちらは、北貝塚の、住居跡群観覧施設になります。住居跡、はい、気になるな。おー、まさに発掘現場ですね、はい、なんかロマンさえ感じます。でこちらいろいろな穴があるんですが、はい、何がわかるんでしょう。まず大きくこう溝が掘ってあるのがわかると思うんですけど、ありますね。あれが縦穴住居の範囲になります。じゃあ溝の上に縦穴住居があったという、はい、そうですね、まあ、今溝っぽく見えますけども、まあ、あれが縦穴住居の丸い穴で、その上にお家が建ってたと。その周りにこう30センチぐらいの深い穴がいくつかあるんですけども、うん、あれが柱の穴になります。あ、家を支える柱があそこに刺さっていたということですね、はい、こちらは何か貝塚とは関係あるんですか。そうですね、この、縄文人はその住んで、隣に移るんですけども、うん、その古くなった、使わなくなった住居の中にこう貝を、食べた貝を捨てていくっていう、それをちょっとずつ繰り返していくと貝塚ができるっていうような状況です。引っ越したら前住んでいたところの地面に貝を捨てると、はいはい、でそれが徐々に層になっていく、はい、へえ、知らなかったです。さあ続いて展示室の中にやってきました、はい、こちらの見どころは、はい、やはり何といっても加曽利飯式土器です。あ、
あのカソリ貝塚の名前がついた土器になります。でカソリーヌの頭にありませんでした？そうですね、はい、カソリーヌこれ逆さにかぶってやっぱりそうですよね、はい、あのただこの文様がですね一つ一つの土器でも違いますね。そうですね、この文様は、縄文土器、縄の文様とあとこの渦巻きが特徴になっています、実際にこちらで触ることもできます、これはあのレプリカですか？いや本物です。はい、本物発掘されたもの触っちゃっていいんですか？はいどうぞあではちょっと持たせていただきます。失礼します、はい、あ重い。そうです、ね、ずっしりとしていますね、はい、いや木口さん見どころが満載ですね。そうですね、カソリ貝塚には市民によるボランティアガイドがありますので、より詳しく知りたい方はあのボランティアさんにガイドをしてもらうことをお勧めいたします。うん、ありがたいですね、まあ、なのでカソリ貝塚に来たらこの実際に見てそして触れてお話を聞きながら見学することで面白さも倍増するかもしれませんね。今日どうもありがとうございました。いや面白かったですね。実際に貝の層や住居跡を見てみますと縄文時代がはるか遠い時代のことなのに身近にさえ感じました。あまり歴史に詳しくない私なんですが十分楽しむことができました。皆さんも特別席に正式に指定されたカソリ貝塚で縄文時代の魅力に触れてみるのはいかがでしょうか。さあ来月は3回目最終回、特別席になると何が変わるのをお送りします。確かに何が変わるのか気になりますね。ぜひご覧ください。続いてはお知らせのコーナーです。11月25日土曜日と26日日曜日、市民の皆さんに男女共同参画社会と社会福祉への理解を深めていただくためハーモニープラザフェスタを開催します。楽しく学べる福祉講座や健康文化などの体験をはじめ、ステージ発表や作品展示、野菜、花、軽食の販売なども行います。また11月25日土曜日にはイルミネーション点灯式とミニコンサートも行います。参加ご希望の方は当日直接会場へお越しください。地域でラジオ体操やウォーキングなど健康づくりを継続して行う団体にポイントを付与し、500ポイント貯まった団体へ抽選で景品をプレゼントします。景品は食事券や市の特産品など合計70団体分です。期限までにお忘れなくお申し込みください。詳しくは各区の保健福祉センター健康課までお問い合わせください。続いては市民ギャラリー稲毛からのお知らせです。11月30日木曜日まで稲毛八景水彩画コンクール作品展を初開催しています。稲毛の文化や風景の中にはかつて海辺の町だった頃の記憶が残されています。市民ギャラリー稲毛ではその記憶を伝え広めていくために稲毛八景を地域の皆さんと選定しました。稲毛八景をテーマに公募した水彩画コンクールの受賞者入賞者の作品展をお楽しみください。また11月25日土曜日と26日日曜日にはよとぼし祭り夜間特別公開として京成稲毛駅周辺で行われる稲毛あかり祭りよとぼしの夜に庭園を公開し、小学生や地域の方が制作した灯籠を展示します。詳しくは市民ギャラリー稲毛電話 248-8723 までお問い合わせください。さて寒さが厳しい季節ですが、この季節になると街で輝くのがイルミネーションですよね。千葉市政だよりの23面にはお散歩マップとして市内のイルミネーションスポットを紹介しています。ぜひ光で彩られた街を散歩してみてください。次回12月前半号の放送では12月1日発行の千葉市政だよりの情報を中心にお送りします。それでは今回の千葉情報クリップはこの辺で失礼します。